チャオ、あっちゃんです。今日5月の15日、あっちゃんのあっちゃんちの晩御飯の後のデラートタイム、すっごくね元気になってきたでしょ。声もバッチリ薬が効いてます。咳はまだ止まらない咳はすぐ止まらへんって言われた、喋った咳でねんけど、これは吸入をずっと続けてたら数日で止まるから安心して、すぐに効かないからねって言われてるんで、はい、あっちゃんの大好きなやつ、これうるさいテレビ急に音を消された、はい、あっちゃんの大好きな遅効性の薬です。速効性の薬は怖いからね、遅効性の薬は安心して、飲むというか服用できますということで、服用じゃないけどね、はい、ということで、今日のあっちゃん家の晩御飯の後のデザートは辻利抹茶プリン、明治の滑らか食感辻利抹茶プリン3個パックで98円でした。はい、ということで食べたいと思います。なんかねプチンプリンみたいなのから、プチになってるな、はい、プチンさろうかな、そこにちゃうわよ、ちょっとね絵面的に、ここにここにがあって、そんな下品な食べ方せえへんね、やっちゃんだってお嬢様だもの、やかましい食べたやろ正解、はい、まあそのツッコミ正解でございます。ちょっとお皿取ってくるね。今日のコーデね、これねパンツに、あ、パンツやスカートに見えるけどパンツなんです。はい、まあ、そうなんのでもいいね。痛い膝でなんか蹴ったよ。もうねお皿洗うめんどくさいけど、ようよう考えたらねお皿洗うのってさ食器洗い機やんか、まあいいわと、食器洗い機にちょっとねお世話かけるけどと思って、ではプッチンしてみたいと思います、ね、動画的にねプッチンした方がぽいもんねーってプッチンしたけど、わお、プッチンしたらしょぼ、こんな見えるかな、こんな、まあいいや、ではいただきます。滑らか、おいしい、ちょっと抹茶が薄いな、うん、ほろ苦いけど抹茶感がちょっと薄い、うん、おいしいよ、おいしいけどね、もうちょっと抹茶感が強い、ほろ苦でもいいかなと思うけど、おいしいおいしいおいしい、うん、スイーツを食べてるときは幸せです。完食しました、美味しかった、これ3個90円は安いな、特価やってん、これちょうどね昨日かな、昨日ちゃうわ、あいつや金曜日かお買い物行った時に買ってんけど、金曜日に買った日その日限定の特価やってん、98円、うん、買ってきてよかった。ということで、今日のあっちゃん家の晩御飯の後のデザート辻入りの抹茶プリン食べました、美味しかったです。ではまたね、バイバイ。